久しぶり、みんな <laughs> 久しぶり前髪切ってないですあみんな切ったって言ってるあでもちょっと切ったよこの前の公演の時に2日の公演の時に切れましたさましてびっくりだねねびっくりーわー <laughs> すごいですねすきなんと3組も出ますよすごくねありがたいですね えェ止まってた。止まってました。ごめんなさい。 そうただいま9期のステージ赤坂の6期ライブした場所とかでできないかねそうなんかその9期でまあ9期生悔しいっていう感情がのは中坂にはすごい芽生えてしまうんですけどまあ生誕のあとだしまあまあでもすごいことなのでとりあえず10期11期の。 子たちとプリマステラーとあとは選抜の皆さんのステージが楽しみですね楽しみ楽しみうんキウキはオンリーでライブしたことがないのでそう。 そうまあまあ急金でライブができたらいいですけどまあでも今やっても全員で結局できないのであれなんですけどそうちょっとさ見たんですよさそうそう未完全ののさ生配信を見たんですよそう見たのそしたらさあの <laughs> そう ちゃんののライバルってことここのも婚約者なのでも中坂はもう何度も言ってます結婚したいって池田に見たんですよそしたらなんかなんか中坂には特徴がないから気づかれないんだって特徴しかないやろそうでも中坂みゆももっと特徴特徴のあるメンバーになりたいと思います オーラ消してるかなオーラ消してるけどでも劇場にいる劇場じゃない事務所にいる時はちゃんと SKE のオーラ放ってますからさ <laughs> あみゆはさあのー、前回さ乱入してきた時にさあの喋、ー、ったんですよ でなんかショールーム見てくださってるんですねっていう話をしてもう仲良しになったと思ってたの勝手にねで仲良しになったからこの前ゆうねちゃんと喋っててあいいなって思って「ゆうねちゃんと仲いいんですね」って話しかけたらなんか誰か分からなかった次やった時はもう特徴ありありの服でいてやるよ <laughs> はい かけてあ誰かわかりますか <laughs> もう言っちゃうか次やったら覚悟しててくださーい楽しみ楽しみー <noise> 私書いて3枚買ったら1人から3枚えっ1人から3枚じゃない多分。 昨日の声見てた昨日の声見てないですね昨日は TMS あれだったんでレッスンしてたんですで皆さんがあのー。 あの未完全の YouTube ライブでコメントしてくださったおかげで話題に上がって「中ちゃんバイバイ」ってまで言ってくださったので <laughs> あのぜひじゃんじゃんコメントして、えー、次の生配信でも中坂の話で盛り上げていきましょう爪大丈夫爪はうんとで不調ですけどもさ爪ってさ,こう,さこう剥がれるっていうかさ、まあ、切ったりするとさ丸くなるじゃないですかそれが今ね こっっちになってるぶっ刺さ,さったりはしてないんだけどねなんか気になっちゃうんだ <laughs> 私が「中坂美ゆです」T シャツを作ってきよう提案でもな中坂結構ファンの方からねいっぱいもらってね服あるんですよね中坂美ゆっぽい服いェいイ,エイ,エイ昨日の公演入ってますえ知ってる知ってる知ってるよ 他のもう一人の方と一緒にご飯食べたのも知ってる <laughs> いえいえいそうそういえばさ結構前に中坂みゆの生配信をなんかこのカメラ撮影とかの撮影のスタッフさんが見てるっていう話をしたんですけどなんかその後も見ててくださったらしくて「なんか見たよ」みたいな「僕の話してたでしょ」みたいなね。 っててもらバレましたって言ったら YouTube に切り抜かれてたから見た見たって言われて <laughs> ショールームをフォローしてくださってるんだってラブーなのでもっと面白くでも面白いって言,言っていただいたのでもっと面白い人間になりたいと思います <laughs> イエーイセッタン T シャツあげようかな。 てかさ聞いてくださいよみ池田楓に生誕 T シャツあげたのに池田楓の生誕 T シャツもら,もらうの忘れてたのピエンちょっと長崎まで行ってもらいに行ってこようかな <laughs> 郵送でってそう こんばんはなんか <laughs> あそうね福岡に行った時に確かに確かにそう言ったのゼップ来てよ <laughs> さん台風大丈夫だったのかな大丈夫だったと思いますちょっと LINE が来ないので今今池田に。 誕生日の時にあのめっちゃ昔の動画をね池田海人にね載せられたんであの中坂が今回は載せようと思ってあの聞いてるんですよどの動画をあげていいかでもちょっとこれあのショールームがみ終わるまでに返信来なかったら、えっと、私が勝手にあげます拒否権がないです <laughs> 拒否権なしでみゆがあげちゃうよんっていうね楽しみにしててよんみたいな ますまあでも別に変な動画はないですから普通に二人で喋ってる動画とかあ動画だったみたいな動画しかないのでそうまあお楽しみに。 ガサガさん実はピンク似合うよねこれは s k t シャツです目の感じが違う比較的一緒だと思うなんでだろうすっぴんだからも二重幅もね一緒なんですよ今日池田の家から福岡まで普通に特急で2時間かかるしそんな遠いのまあでもそっかだって県2個か3個またがないといけないですもんね 遠い遠い。中坂さんもファンのファンを手のひらで転がしてますか？<laughs> 転がしてないです。みっちゃんがコロコロしてる。コロコロしちゃうぞ。そう。池田の地域持ってます。いいな。 い,いもん見池田楓との池田楓との思い出の動画ねめっちゃ持ってるからいいもん <laughs> そうでもなんかさ最近マジでないんだよね一ん最新で一緒に動画撮ったのがまあストーリーとかならみなるんさんの卒コンだけどもうがっつり動画は結構前だと思います や <laughs> めちゃんそういう方いるの勘違いさせちゃうよねごめんね <laughs> いーげーでの誕生日 <laughs> <laughs> 転がされてる感転がされてる ねぎネかりになったんしゅ今日初めてリーナちゃんのショールームちゃんと見たけど中坂おった多すぎんあれれおっかひろーぞーみんなみんなみんなゆうねちゃんとあざあざだったじゃんリーナちゃんリーナちゃんリーナちゃんまだ13歳だよみんな <laughs> 急な密告が入りました いやわかるよリーナちゃん可愛いし13歳だし押したくなっちゃうしてからもうねなんだろう守ってあげたくなるような可愛さいやすごくすごくわかるんだわ <laughs> かるんだよみんなそうやって推しが増えていくんですそしてみんなさま捨てを見に行ってみんなみんな若い子が大好きになっちゃってみんなみんな中坂からバイバイしちゃうんでしょう親目線なの 13歳だから押したくなる17歳の長坂美恵ちゃんは押したくならないのりいちゃん今日中ちゃんのこと結構言ってたよ何言ってたの気になる気になる気になる急きのショールーム始まった時 どこを見てもガローさんいたなぁ <laughs> やっぱあるあるなんですねりーなちゃん決めるの先にいやありだけどりーなちゃん「六本木は怖い」って言ってました <laughs> 怖くないよ大丈夫だよ楽しんできてサマステはでも ガチで体力勝負なので、まあ、出たことないんでですけど <laughs> でもすごい先輩から言われて覚悟はしてたんですけど、まあ、出ないんです覚悟はしてたのであの皆さん頑張ってください本当に応援してます名古屋から8月の21日ですフレ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 野外ライブはね出てますから11期の皆さん10期が多分あんまりしたことないけど10期は。 もうデビューが野外でしたから野外ライブはまあわかると思います四年ないんかいそうないんですよ悔しながら暑さや,やばいし声がねやばいからねちょっと皆さん、まあ、だ多分出せないと思うんですけど、まあ、出さないでくださいね夜が怖いらしい夜が怖いのかわちいね 十一期だってさ,さあ,あれじゃないお泊りとかも初めてじゃない分かんないお泊りじゃないかもしれないけど何時に出るんだろう大丈夫だよお友達がいっぱいいるからサマステってチームじゃないの今年はね選抜と10十期11十期チームとプリマですなので ぜひ見に行く方は応援してあげてくださいあ16時ならお泊まりなさそうだね大丈夫だ夜の六本木で出歩かないか大丈夫だよりーちゃん大丈夫だよーうん中坂美羽ちゃんなんかあるよね情報解禁まだまだーなんかあるかもわからないですけど <laughs> 真夏の六本木は熱中症注意ですね。いやほんと水かぶって出ましょう検討のままがネタとしてネタとしてじゃないよ早く確定しましょうよ9期単独でライブしてほしいまあいつかそんな大きな木になれるようにみんなで頑張ります長坂さんは六本木では無敵ですか無敵でです長坂みーちゃんは六本木でも 不敵です。けつめは前日デぷプなのに大変だねそれは超大変じゃんファイティーンだね超みんなで応援してあげましょううん公演はやりたいんですよね切実に公演っていうかもう青葉とかがやりたい普通にもう14人でやりたいのだからちょっと早く池田の復帰を待ちつつ計画していこう <laughs> は お池だから返信が <laughs> そうなんか9期生ってことごとく全員で出れないことがすごく多いので中京テレビ祭りも割とデビューから半年とかでやらせていただいたんですけど全員で立ってないしうん 青が、ね、とかも全員で出たことないしフルではうん C っていうなら12人になった時に滑り台からを全員で披露しました C あとは陸泡陸泡とかも実は全員で出てないんで早くちょっと全員で出たいです ね公演早っって思いましたすげえ11期すげえ全員は最近じゃないかなそうなんですよだからでも人数はあの減りたくないのであのはい減りたくないので減らずにあとあと5年くらい <laughs> あと5年くらい頑張って。 あと5年頑張ったらふうちゃんふうちゃん29とかだ <laughs> いやでもなんか逆に休憩でや,やらなきゃいけない状況までいや行きたいよね何ろうもうなんかそのあ頑張ってるしとかじゃなくていやもう今の休憩であのライブを見たいとか今の休憩でやるライブが見たいみたいに思ってもらえるように ちょっと頑張らないといけないですね。休憩生はもう何人になった？休憩生まだ十四人だよいっぱいいるよん。休憩の時代って言われたんよね。そう。もう全員が選抜入っちゃうくらい人気になるぞ。 を <laughs> 見てきましたあ、もめとったよ」っていうツイート見たよありがとうでも中坂あと5年いってもまだ22だから若ーい今日のスパに一馬ちゃん乗ってたけどみゆちゃんまだですかまだまだですね予定すらないですキ <laughs> 期は今2人なので選抜がちょっとあと12人頑張ります 今の中ちゃんと桃タんで金煮が見てみたい昔はよく言ってましたね二人で金煮がやりたいとどっちがお姉さんかどっちが妹かで喧嘩してましたよく <laughs> そういえい,いえい。七十73歳の中坂ちゃんでも押しますあ優しいありがとう 普通の配信とはなんかね壁紙作りたいとかずっと言ってたんで企画やろうかなとかも思ったんですけどちょっと今日はお目目がよろしくないの日なので、まあ、すごい視力が悪いので今日は今日は普通の配信ですおしゃべりだけ俺選抜は9気たくさん入ってるわありがとうございますあそうだジャジャジャーん,トップエルネオさん 可愛い,い。可愛い,いよー。なんと表紙が日向坂フォーティシックスの松田好花さんということで。見える、あ、見えます。こ,こっちですね、うん。なんか、なんかシールが付いてると思ったらさ、今日肘をさ、すりむいてしまって <laughs> どういうことって感じなんですけど。絆創膏が貼ってありました。 うだよ名前書いたんだよどこ,だどこ,だここだここ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 しかもさなんかさ意外とビジュがいいというかさちょっと髪がさ長いのでさ鬱陶しい感じはするけどでも意外とビジュがいい写真なんですよねちょっと皆さん見てほしいちょっと前髪が長いけどそう「エスキンホーテ」投しかメンバーしか わからないかな SK でいいんだよーだけでいいんだよ土曜日の子行きますえー、楽しみに待ってますワク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 どこにも売ってませんミューはねネットで買いましたアマゾンえいつサニー Sunny がティフ出るんだっていいなー見に行きたい 中坂さんいつでも BJ ありがとう大人っぽかったやったねそう初期型坂さんはさネタやろ中坂はアマゾンで買いました初日以来当たりませんまあでも一旦初日入ったしねとりまめげずにいきましょう <laughs> 普通にねでも見たいんですよシワシワラブリーとか好きだしネットかそれは考えなかったえそうネットですネットで買いましたマゾンアずおーおおおおおおおなかおお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 おうおおおおお 肘がほ本当にでかわいそうでしょ <laughs> 結構痛いんだよ今ヒリヒリしてます新公演の日程が自分の予定と合わないので我慢我慢うの毎日ですピン <laughs> ピフピン公演の日程とかみんな同じやん <laughs> 7月はバイトなので8月から投げますね、えー、みんなお仕事頑張って 最後のページにアンケートのハガキあったのねちゃんと最後まで読んでください読んでくださいえすごい歴代のトペルネオがほっておるえすげー すげーすげー <laughs> すげーしか出てこない眠いので先に寝るねだっておやすみ早くおねねしましょうみんなも早く寝てねそういうインタビューに呼ばれるのは素晴らしいことですねそうありがたいことに選んでいただきました嬉しい嬉しい フォーって何だろうお店かな北海道あるあるみたいな <noise> お盆休みに公園あればでもお盆休みなんかイベントありまして、ね、ロングトークがあるんですよね一日ワンチャンありそう <laughs> チームイガー絶風かなだし隣にもあるの 前後のアンケート書いてももたんのチェキ当たりましたえー、すごいリオンさんが CM してたんだえー、すごーい「S コーン当たらないの We are growing up」で時期始めるかないやみんなねなめてるでしょ絶対当たらないからね16日みんな同じこと考えてるんだから <laughs> 絶対当たれないよ当たらないよか <laughs> 次はつぼみで何色ふりますか青白レンジ青白レンジ青白レンジヘイヘイシャケマヨもなかなか見つかりません絶対おにぎり屋さん行ったら売ってるっておにぎり屋さんのだったらどこにでもあると思ってるんですけど絶対ある絶対ある <laughs> はい みんな同じこと考えてるよ。絶対そう。だから十六日めっちゃめっちゃね高そう倍率。<laughs> いやでも二人だからね。これ多分十一期全員揃う日が来るはずなので、まあ多分だけどね。もうは揃ったらもうドーンですね。十六日何があるの？十六日は十一期の キョッピーとくるみんのデビュー戦ですねこう劇場公演 <laughs> おにぎり屋さんがあんまりないえ <laughs> おにぎり屋さんってないのかそっ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 か <laughs> じゃあ名機にあるので是非名古屋駅に来た際に買ってみてください名古屋駅の近鉄パッセの近くと近鉄パッセの近く <laughs> なんか近鉄パステから地下鉄の方に歩いていく途中に多分あ違うかな名鉄バスセンターの近くから、えー、と歩いていくところにあった気もするあみそのねおにぎり食べたことあったよそこのおにぎりの鮭美味おいしいめっちゃしばらくお高津の予定はありませんおそらくね忙しいの わざわざが出るまで我慢しなきゃ。あざあざず狙いなんですね。10期始めた方がいいの？いや、自分のペースでいいと思います。<laughs> ゆうねちゃんのデビュー戦やばい。やばいそう。う激アツだ。でもなんかわかんない。10期はもう割と全員デビューみたいな感じだったじゃないですか。単独だったからもう初公演がでも9期って結構先輩の中にポロポロ混ざりながらあのデビューしてたんですけど。最 あの最終的に全員でバーンってやったからもしかしたらゆねちゃんとかこのなんかなんだろうまあ6人しかいないからさ222とか出るかもしれないじゃないですかポンポンポンってだからさ最後の2人とかが出るわかんないですけど2人が出るとは限らないですけど出る時は全員揃ってそうだからそこがバチコーンって倍率良さそうはいそうそう みんな頑張って B は絶対むずいからむずいしあれ体力がバグなんですよねだからあのー、やばそうで10期もめちゃめちゃレベルが高いのでほんとに他の期に比べてねちょっとレベルが高すぎるんですよ10期だから頑張ってほしいなでも喋れる先輩多いじゃないですか10期ってマジ喋れる子多いから、まあ、しゃ MC はねどうにかなりそうすごいと思う ててほんまかしてるよね,ねいいですよねあの池田のほんわほかん K2 とかい、e、いにアンダー出演してほしいいやでもアンダーも早そうだよねだってこんなにデビューが早いんだもん劇場デビューがすごいすごい1 0期生はしゃべるのねいやわからんです喋 <laughs> ったことない10期がめっちゃしゃべってくれると思う10期はしゃべれるメンバー多いじゃないですうん なんか青木ちゃんとか糸美樹とかは結構喋るイメージがあるので石井ちゃんとかケツ喋れる子多いねん10期はあんまり一緒に MC したことがないからあれですけど、まあ、でもムエスはなんかお,お姉さんタイプ多い気がする、まあなんちゃんも年齢が近いからね年齢近いけどあなんちゃんはあの中で割とお姉さんの方なんですよねちょうど真ん中が「あずあずきょっぴゆねちゃんが年上で」 サックが同い年のクルミンとリーナちゃんが年下か、えー、<laughs> すごい中ちゃんの劇場デビューまでの期間は中坂は二ヶ月半くらいですねはい。めちゃめちゃ遅いゆっくりでした9期は研究生講演出るのかなり早かったでも9期は 公演に出るのは早かったけど公演までに別に何もなかったじゃないですかだって11期の子はあのー、単独で野外でライブしてるんだよその間にやばくないめっちゃすごいよ <laughs> そう <S, S の10期はおとなしめな子が集まってる印象確かに一緒に MC がしたいですね10期早,早いの早いんじゃないですか 普通に <laughs> ミレイちゃんも好きだけどかのんちゃんも好きいいですね2人とも <laughs> そうそうだからめっちゃすごいと思うよてかめっちゃ真面目みんなマジ練習しに来てるよくゆうねちゃんを見かけます あ,あゆうねちゃんかわいいゆうねちゃんああゆうねちゃんがかわいいみたいな <laughs> はいドラさんがめっちゃ速かった確かにドラさん速かったですよね確かにファンですか <laughs> ファンです雨の中見に行きましたパチパチさすがさすがさすがはフ、あ、フゆうねちゃんかわいいそうゆうねちゃんがかわいい赤おうなあやんを人に S のキュウキはパリピが多いからね <laughs> あれキミちゃんはでもいいんちゃなんでしょ <laughs> なんかでもキュウキは 最近よくキュウキと一緒にいるんですけど幸せですやばいのもうなんか新公演があってよかったなって思うくらいキュウキと一緒にいるんだなんかはいなんかあんまり喋らなかったの正直チームメスのキュウキとそのんだろうねあんま話してなかったりしたからなんかあんまり別に仲が悪かったとかじゃなくてお姉さんだし こうあんまり話さなかったんですけどなんか5月からこうめっちゃ仲良くなってるイェイほーみたいな <laughs> マジで仲良しここだけの話だけど5月から6月7月にかけてめっちゃケーキとご飯行ってるチームエスの仲良しお姉さんたちと言ってますフふフふフ 幸せですそう。青海さんに面と向かって青海って呼んでるなんか青海って呼ばれたくなさそうだから青海さんって言ってます教育生ってめっちゃ優しい子しかいないよどの木もめっちゃ優しい子多いと思います ちゃんんと絡んでるイメージあんまりないえここ最近毎日きみちゃんといるよ今日なんか中坂美恵6月30日から7月4日まで毎日きみちゃんと一緒にいたんですけどもうねやばいよ今日久しぶりにきみちゃんに会ってないちょっと寂しい <laughs> そう毎日きみちゃんと行ってる遊んでる遊んでない合ってる カホちゃんの涙に沈む太陽シーレット面で見ましたなんかすごかったですうわ気になる何がすごかったんだろう自分も青おみさんって呼んでますそうギョルピースってまだやってますかたまにやるよねどんなお店連れていこの普通に焼肉食べに行ったりあのチョキチョキ <laughs> 焼肉食べに行ったりお寿司行ったりします普通 <laughs> きみちゃんくらい青みって呼ぶの青みって呼ぶのは何やんですきみちゃんはひなのって呼んでますどんな話いろんな話します普通に、うん、あ赤ちゃんやけたやけだと思う <laughs> きみちゃんに顔覚えられてます髪フれだ髪フれだ 凍ってもらわないですこの前もお寿司をみんなで食べに行ったんですけど全員で割りました。<laughs> お寿司割るんだって感じでちょっとびっくりしたんですけど割りました。 フえフフフイ,イさんには「こ瀬以来なぜかなかちゃん」ってずっと呼ばれてますどういうことあそういうことえわ、ー、かんないだろう誰だろう 割ときみちゃんとお姫たんは食べあ姫たんかもしれないやっぱご飯作るの好きだからねナイアンは全然食べませんそうこの前焼肉を食べに行った時にめっちゃ頼んだんですナイアンがでも全然食べなくてなんか「まあ若いから中坂食べれるっしょ」みたいなえ <laughs> でなんかめっちゃ食べました <laughs> 長ちゃんがキュキメン「吸気なんて呼んでるの一通りお願いします あおみさん、きみちゃんひめたん池田入内島かさあやかしあしああやああや伸ばし棒日本のああやか川島、ま、えー、えなちゃんここななあやんみっちゃん中坂うももふいちゃん 冷たいいうどんしか食べないそうこの前もさなんかこ「こんなに暑い日は冷たいうどんしか食べないよね」とか言われてでも多分冷たいうどんしか食べないのはあなただけだと思うんだけどなって思いながら「そうだよね」みたいな <laughs> 言ってましたそう青海さんだっけさん付けなのかはい青海さん「海もひなの」って呼びたいひなのー川島由美なの草でも池田も池田です エリウチ島川島 <laughs> ここはそうね名字あとはみんなニックネームとかかなの海さんきみちゃんひめたんでもひめたんもずっと「あるの」って呼んでましたひめたん鈴木は鈴木はえなちゃんとこコなコです <laughs> 川島でなくて 川島川島って呼ばんんなも何か,か,か言えだ <laughs> 中ちゃんは逆に何て呼ば,呼ばれてるのあおみさんが中ちゃんももがみゆそれ以外は中坂ですなんて簡単「<laughs> ちまちゃん」じゃないのちまちゃんじゃないね川島だね何 <laughs> か最近川島 でもなんかさ最近さ川島がサーヤのことをなんかすごい不思議な呼び方してたんだよね何て呼んでたんだろう桃田は青美さんを何て呼ぶの青美さんって呼んでるなんで海にゃんだっけ池田なんだろうなんか池田感強くないだってさ柚月さんにも池田って呼ばせてますよね池田ココナさんはコ,コちゃんって呼んでるんだけど中坂はココナって呼んでますあそれそれヤヌちゃんですヤヌちゃん何ヤヌちゃんって ヤンヌちゃんって不思議最近の七不思議ヤンヌちゃんこの前びっくりしたもんヤンヌヤンヌ池田ってみんな呼ばん川島も池田って呼ぶやんふふふいちゃんも池田って呼ぶでもサーヤはカイニャンって呼んでるサーヤサヤ,サヤンヌヤンヌ なるほど。そうなんかやぬちゃんがすごい不思議でした。ややぬちゃんみたいな。そうピョピョ指は定着しなかったです。伊さん指はいないの？あふえちゃんとかは伊さって呼ぶかも。確かに伊さって呼ぶかも。は川島とかも伊さって呼ぶときもあります。ふえちゃんがいるときは。 不産遺産みたいになるみんながヤヌちゃんって呼んでて本人気づくのえ気づきますよなんかねこの前ねあったんだよねなんかヤヌちゃんはこのアイスどのアイスがいいか分かんないから適当に買ってきちゃったって言っててヤヤヌちゃんって私は思ったけどえー、ありがとうみたいな感じだった長ちゃん同期の呼び方をもう一度お願いします青海さんきみちゃんひめゃん池田入内島もしくはさあやあいや川島えな、ー、ちゃんココナ ナーヤンみっちゃんもモふモユちゃんでーす何ヤさんっては呼ばないの呼ばないですねナ屋んン <laughs> ヤンヌって誰ヤンヌちゃんは入り口島のことです <laughs> はいちまちゃんはふさんをオフって呼ぶええ 聞いたことない <laughs>。ああ、いや、長く感じない、感じないです。ああ、いや。ああ、いや。でも、やーが伸びちゃうんだよね。悩んとは言わないの。言わないですね。悩んって言っちゃう。めいちゃんは自分だけの呼び方はしないんだね。しないですね。<あ>相手に伝わらなさそうだし。一番妹感がある。旧期生は。 え一番妹感があるのはぶっちぎりも桃だと思います私はあやかぴょんはて呼ぶのあやかさん最近マジキモいの自分やばいのほんとに自粛します、はい、去年の生誕から気持ち悪いんですよね中がみちょっと気をつけなきゃ一 <laughs> 人称が名前で呼んでる子 一人称が名前でで呼んるる子いる青海さんとかひなのはーっていうしきみちゃんはきみっていうよひめたんは私で池田は池田も私さえも私あーも私だね川島は自分のことをちまっていう時がありますねえなちゃんはえなはーっていう気がするほこのも私な気がするたまにココちゃんとか言う時もあるけど。 ナエアはナナはーって言うしみっちゃんもみずきはっていう時あるし中坂も中坂はーって言っちゃうしみうはーって言っちゃうしもももももはって言っちゃうしふうちゃんは私ですはいだってみうはーって言わなかったら、あのー、気づいてもらえなかったんでみかん,ぜんのきのこさんに <laughs> そうみうはーっていうこと大事 <laughs> ここちゃんは俺って言ってるあ俺なのかわいい みゆちゃんって呼ぶメンバーいるいないですああゆかぴょんゆずぽさんはみゆちゃんって呼んでくれるそ <laughs> の娘も学校では行ってるんだろうないいやんかわいいやん娘 <laughs> ナカちゃんチカちゃんですキノコさんに怒ってますか全然怒ってないですよむしろ生配信で2時間も配信してる中でも後半ほぼ中坂で嬉しかったですありがとうございました実は名前で呼んでもらいたいいやそんなことないですよ全然中ちゃんとか中坂とかでいいんですよ <laughs> <laughs> あんま気にしてないですそもそもだってみ学校にもみえって呼んでくれる人いなかったのでなんかみえって呼ばれ慣れないですね <laughs> 学校でもね中身湯だったずっと「中身湯」とか「中」とか「みゆは全然ないですね天使ちゃんくらいのはちゃんからの謎のニャンニャン21時50分だって終わらなきゃ明したもうちょっと配信できたらいいなと思います 村の言い方お願いしまたかみゆうかん <laughs> はないけど中坂みゆうかは強いそ中坂みゆちゃん独占なんで <laughs> あえてみゆちゃんと呼んでみたいえ呼んでくださいよぜひ。みゆちゃんって呼んでくださいじゃ終わりまーすおい痛い肘をつくと肘が痛いです え海、ー、賊王さん短、短冊、ガロウさん、スイカ、スイカ、ハート、ハムスターさん、スイカ、ガロウさん、キラキラ星、ビキニブタさん、スイカ、シャーさん、スイカ、水風船さん、レインボー、赤ずきんさん、短冊、えーえー、ガロウさん、スイカ、ウキイさん、短冊、ハムスターさん、レインボー、サッカルスカイさん、短冊、お花、ブタさん、短冊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 、えー、赤ずきんさん、短冊、ビキニブタさん、とうとう赤ずきんさん短、短冊、 ハムスターさん、スイカピピ・フープちゃん、タラーの音符、ソロモメさん、ハート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 、カミさん、スイカン、えー、ソロモメさん、レインボー、カメさん、キラキラ星、お疲れさん、短冊、ランドセルラスカーさん、お疲れ、えー、お花さん、ハート、アジサイニャニャさん、かわいい、かっこいい、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。 はじめましてだって、初見さんはじめまして。s k イフォー n 4 8 9期生チーム S17 歳のなかちゃんこと、おなかすかみゆです。やいえ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 い。今年はもう桃短冊じゃないのね、思ったの、みーも最近桃短冊って呼んでたなっていうのを思い出したんだ。桃短冊、ありがとう。 ガロウさん、モモタン族、アイアイさん、かわいい、ガロウさん、ラブレター、カミーさん、ハート、あじさいニャンニャンさん、スイカ、カミーさん、モモタン族、アジサイニャンニャンさん、アイスクリーム、かわいい、えー、熊崎さん、スイカ、赤ずきんさん、タン族、無意識の色さん、スイカ、えー、ランセル・ラスカヤさんかかか、かわいい、レインボー、レインボー、えすごい不思議なおバターしてる、ムキムキモモさん、ムキムキモモさん、うんなんかもっとかわいいのがあるな、モモ抹茶さんでいいや、モモ抹茶さん、スイカ。 ねおち女子はぁさん短冊短冊短冊は実際にゃんさんアイスクリームとおたこさん水風船さん桃短冊桃短冊桃短冊人者豚さん短冊他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますーえクルミンさん水管とキラキラ星キラキラ星、えー、アッサイさんユウカさんキラキラ星ありがとうございますイーイ 昔みちゃんは「正名さん専用」って言ってたよそんな頃もあったんだ私にはでも正名さんに会うこともないですからねはい「ピエンピエン」「会いたいよ正名さん」<laughs> ということでランキング読みまーす今日の中身ゆ73位を発表していきたいと思います 今日の中身73位はっケけケテケテ,ケテンすごいすごいすごい付近付近がよく73位の方ばっかり今日の中身73位はテケけケテケテ,ケテン、えー、ブブググのアバターのフンフンさんですありがとうございますイエーイありがとうありがとうイエーイ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 イエイありがとうございます 20から見ますいきますせーのせーのモフモフさんパンダさんガローさんピッピフーピさん猫耳トリックアトリートさん、えー、クーマさんウキーさんありがとうございますーありがとういえいえいえいいいそうピエマサナさんに最後に会ったのは今年の5月末。

えー、10位、<laughs> 3ありがとうございます、ラスカルへい !9 位、3ありがとうございます、も豆ぴょん8位、3ありがとうございます、水7位、3ありがとうございます、しゃー6位、3ありがとうございます、ラルラスカル 5位ふンふ,んふんさあありがとうございます。意識しなくたって I love you。4位フさあありがとうございます。神 !3 位ふンふ,んふんさあありがとうございます。横から見てもどっから見てもニャンニャン、よくにニャンビーム、わーからの車中チホありがとうございます。 2、3、ありがとうございますカレーライチューそして今日の1位はドゥクドゥクドゥードゥクドゥドクドゥクドゥン3ですイェーーイせーのガロさんありがとうございますということで改めまして3813人の皆さん配信を見てくださってありがとうございましたガロさんガロさん もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メフロールのチェ、よろしくお願いします。それではまた、明日の配信で、お会いしましょう。明日は、できたら壁紙を作りたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは、終わります。ちょっと早いけどね。イェーイ。せーの、ばいちゃん、じゃんけんぽん。あっち向いてほい。今日の合言葉は、 ニャンニャンかいにゃんバイバーイ見てくれてありがとうおやすみお、桃短冊がいっぱい。すごいピヨピヨひよこさん、桃短冊ありがとうございますバイちゃん